さあ、なるべかの授業やってまいりました。本日2130番目でございます。そのさ、アイワンダークーランのところに、ま、入れるものなんですが、1ブロック目ですね。上にしますか下にしますか。そしてこれも上にしますか下にしますか。そしてこれも上にするのか下にするのかというところでございます。で、本来1分でですね、考える問題なんですが、YouTube の都合上さ、10秒ですかね、で頑張っていただけるとよろしいかと思います。ではお願いします。さあ、行きましょう。ではまず一つ目ですね、How can we にしますか、How we can にしますかということですが、まあ、ちょっとですね、実は思い出していただきたいことがございましてですね、で、まあ、VS、SV の左側にですね、実は How がくっついてるんですね。で、まあ、接続詞もしくは関係詞、こういうものがくっついているのをですね、実はこういうふうに呼んでいたんですね。皆さん、従属節というふうな名前がついておりました。で、逆に皆さん、この一番先頭ですね、I ワンダー。この SV の左側には接続詞、ないしは関係詞がくっついていないので、皆さん、そういうものをこう呼んでましたね。主節。で、皆さん、この主節と従属節の動画はですね、以前お伝えさせていただいてるんですけども、まだご覧になってないという方、実際いらっしゃるかと思いますので、皆さん、スマホでご覧になっている方、画面の右下にですね、このボタンがあるかと思いますので、皆さん押していただきますと、リンク先貼っておりますので、この後、お時間よろしければご視聴よろしくお願いいたします。で、その動画でお話をしたのはですね、従属節の中では、こういう部分ですね、can we ですから vs の順番、いわゆる、まあ、統治と呼ばれているものなんですが、この統治が従属節の中ではダメですよということなんですね。ですからこういう vs、統治が起こるのはあくまでも主節の中だけでお願いしますという話をさせていただいております。ですから従属節の中ではこういう感じで we can ですね、通常の sv の順番でよろしくお願いいたしますということです。ですから皆さん、出だしは How we can で決まりでございます。さあ皆さん、2つ目のブロックです。パスウェイドにしますかプリベントにしますかということですが、ちょっと皆さん話変わりますので色分けさせてくださいね。で、皆さん、パスウェイド後ろの形は皆さん大丈夫そうでしょうかね。ちょっと下に書いてみました。意味はおそらく皆さん、パスウェイド説得するですので、説得したよ、誰をということで、皆さん、目的語は、まあ、ちょっと普通に考えたら確かに人間ですよね。説得する相手が必要です。ですから皆さん、目的語は人間。で、後ろはさらにこういう形でしたよね。ですから、意味どうですかと言われたら、目的語が、つまり人間が、to be するように、パスウェイド説得するということでよろしかったかと思います。ですから目的は人間なんですよということを意識していただきますと、この2ブロック目のパスウェイドイットですね、イットは、人ではないですよね。ですから皆さん、パスウェイドイットは今回はダメだろうということでよろしかったと思います。ですから、どっちかというと、こっちがよろしいようですね。プリベントイット。で、あと、皆さん、プリベントイットと決まれば、後ろはフロムにしますかという不定詞にしますかということですが、皆さん、これもちょっと下に書き出してみたいと思います。で、これは結構有名なので、知ってる方いらっしゃるかと思いますが、プリベントと来たら、目的語フロム、ing ということで、よろしかったですよね。ですから皆さん、正解は先にお伝えしておきますが、from ing ですので、ですから皆さん、こっちが正解ということでよろしいかと思います。ですから皆さん、一つ正解は、how we can で、prevent it、そして from spreading ということで、バッチリでございます。で、ちょっと皆さん、下、まだ喋っておりますので、追加しておきます。
でもちろんプリベントは防ぐとか妨げるんですよね。ですから、目的語がうんたらかんたら、することを、プリベント防ぐ妨げるということでよろしいかと思います。こんな感じですよね。ですから、皆さんひとまず正解はこんな感じで、そして皆さんもちろんこの辺りですかね。もし知らなければこの後ノートを取っていただいてですね、ノートを取った後はいつも通り赤シートで隠してスラスラ言える、スラスラ言えるかどうか、確認していただけるとよろしいかと思います。で、皆さん説明のちょっと順番の都合上ですね、今青ペンで書いてますけども、皆さんはこの赤シートで隠れる色ペンでメモっていただけると後で復習がしやすいかと思いますので頑張ってくださいね。では、次回2131番続きますので、今後ともよろしくお願いします。